皆さん、おはようございます。ソラノミートリでございます。トリッカ、やっと戻ってきましたよ。まあ、長かった。1ヶ月と2日ですかね。戻ってきましたんで、まあ、ちょっと早速ですね、強化クラッチ、CMP の、強化クラッチプレート、これを試してみたいと思いますので、乗っていきたいと思います。まあ、オイルもね、いいオイルになってますんでね。おお、あ、なにこれ、全然これ、違うバイクになってますね、これ。いやー、うわー、これ全然違うな。まあ、スピードにある程度乗ってしまうとあまり違いは分からなくなってくるんですけど、まずですね、クラッチプレートがですね、おそらくスチールのものから、まあ、3分の1ぐらいに、軽くなってるというのが一番の原因だと思うんですけども、非常にこう1速2速あたりの、スタート時のこう、なんていうんですか、トルクの出方が非常に唐突になりました。はい、それだけパワーは、出るということなんでしょうけども、ちょっと扱いづらいですね。なんていうんでしょう、またちょっとこれ慣れが必要な感じですね。はい、まるっきり今までの、スチールの、クラッチプレートの、トリッカーとはもう、別の乗り物になってますね。それぞれ各々のですね、1速2速3速、4速、まあ、5速も含めてですね、なんて言うんでしょう、こうクラッチつないだ時のつながりがこう非常にシャープというか、まあ、センシティブというか、こう唐突にパワーがポンってくる感じがありますね。まあ、ちょっとブッシュを、走ってますけど、あー、しまった、ちょっと思ったより深いな、ここは深い深い。あれ、反対から見たときこんな深く見なかったんですけどね、結構深いな。お、そうですね、まあ、多分慣れてしまえば、こちらの方が、多分まあ、ガレとか、ヒルクライム、なんかも多分強いんでしょうね。ちょっと、まあ、今まだ慣れてないせいか、ちょっと1速の出始め、まあ、2速もそうなんですけど、アクセル上げた時のパワーの効き方がですね、ちょっと急なもんで、ちょっとそこ戸惑いますね。今度はちょっとフラットダートを走ってみます。まあ、これに関しては全く、問題なさそうですね。はい、これに関しては全く問題ないと思います。そうですね、まあ、これオイルじゃないと思いますね、これ。まあ、オイルでここまでね、走る感覚がかかったら、これ偉いことですからね。やっぱり CMP クラッチ、強化クラッチプレートだと思いますね。まあ、おそらくなんですけれども、そのクラッチプレートの重さがですね、3分の1ぐらいになってますんでね、まあ、それが一番でかいかなと思いますね。まあ、軽いがゆえにですね、一番出だしのそのトルクの出方がですね、今までよりもこう、なんていうんですかね、T
非常に力強くポンって感じで出るんですね。それがですね、ちょっとなんて言うんでしょうかね、こう今までのこうトリッカーの、まあ、扱いやすさというか、そういうところがちょっと、消えた感じで、ちょっと非常にこうジャジャ馬に、なったような感じですね、今までよりも。ちょっと、途半、まあ、ちょっと坂を登っていきます。はい。そうですね、あの吹き上がりとか、その、まあ、出だし以降のパワーの、出方、なんかは前よりかは随分こう滑らかな感じがしますね。滑らかでちょっと力強くなった感じがします。やっぱりあれですかね、やっぱり後半、まあ、自分が思ってたトリッカーっていうのは、もうやっぱりクラッチがちょっと痛みかかってたんですかね。これがもしかしたら、正常な状態なんですかね。もしかしてそのね、ちょっとうまく引っかからずにこう滑ってたりとかしたんですかね。非常にこうカチッっていうか、そういう感じですね。あとそのスロットルを戻したときに、まあ僕、こういう下り坂とかでは特にそうなんですけど、まあマフラーをね、僕のトリッカーの場合変えてますので、デルタバレル 4S に変えている関係で、まあ AI キャンセルしてないもんですから、まあ、ちょっとこういうところでアクセル戻したときにですね、そのブーンパンパンパンっていうような感じの、音はするんですけど、その辺の音がまるっきりしないんですよね。これ気になりますね。これに関してはどうなんでしょう。やっぱりこれはオイルですかね。オイルのような気がしますね。まあ、今回、入れたオイルは、和光ケミカルの、RRR っていう、化学合成油を、入れてもらいました。こんないいオイルは多分トリッカー、まあダイヤちゃん入ったことないと思うんですよ。今までそうですね、一番このトリッカーに関してはなんだろう、やっぱりまあ同じ和光ケミカルの、プロステージに関しては使ってたので、まあ、プロステージよりもまあいいオイルになりますよね、トリプルRRですと。なんでまあただし、そのプロステージ使ってた頃っていうのはマフラーもノーマルだったんですよね、初期の頃なんで。まあそのせいかもしれないですけどね。まあ、とにかく非常にこう、作動音、まあ、エンジンの作動音に関しては、静かになった気がしますね。それからそういうマフラー関係の、まあ、雑音、ノイズ系も、全部少なくなったように思います。まあ、それでいて、まあ、パワーは今までよりもそうですね、低速の1速2速に関してはどうでしょう、 1.3 倍増しぐらいな感じの雰囲気ですかね。 1.3 から 1.4 4までは増してないかな、そんな感じのこう感覚です。で他の、まあ走行を走り出した以降のですね、フィーリングはこう非常にこうシフトした、まあ、シフトしてクラッチをつないだたんびにですね、カチンカチンカキンカキンっていう感じでこうパワーが、伝わってきて、非常にこう小気味いい感じですね。まあ、それでそこの域に関してはどうでしょう、今までよりもこう 1.1 から2の間、若干、パワーを増してるかなっていう、
まあこれプラシーボ効果かもしれないですけどね、そんな感じはしますね。ただあの低速1、2速に関してはですね、間違いなくこれパワーがはるかにっていうか、うん、増してますね。それは感じますね。おっと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 、まあ、せっかくですんでね、ちょっと、期間記念に、写真を撮っていきたいと思います。以上ぶりなんですよね。まあ、ちょっと初めのうちはですね、ちょっとしばらく、1、2回は山登りは、控えようと思ってますね。まあ、山登りって言っても、ゲロアタックのような山登りのことですのでね、普通のこう、林道のようなところではもう、次回の休みから、行っていきたいとは思うんですけど、壊れたところのね、マサタ峠のようなね、ああいうあのゲロバーはちょっとしばらく、クラッチプレートが、馴染むまでは、我慢しようかなと思います。まあクラッチプレートの慣らしっていうのはね、まあ必要ないんじゃないかなとは思うんですけどね。やっぱり一応、新しい部品が入ってるので、まあ、いつもそうしてますんでね。まあ、初めは、無理な使い方は、しないで、走っていきたいなと思ってます。今回ですね、本当に、トリッカー、治って帰ってきてくれました。本当に嬉しいですね。ありがとうございます。心配していただいた方も、本当にありがとうございます。でですね、まあ、一時期はですね、まあ、エンジンの乗せ替えようかみたいな話もあったりとかですね、まあ、実際問題としても買い替えちゃおうかっていうような話も出たりですね、したにはしたんですよね。まあクラッチケースの中もですね、もうだいぶ、汚れたみたいですね。まあまあ、ギアのあたりもですね、まあ、ちょっと多少傷んだりとか、してたようです。で、まあ、私がですね、なんとか、今のこのトリッカーを乗り続けたいと、お願いしますということで、バイク屋さんにお願いしましてですね、まあ、バイク屋さんもその意を組んでいただいてですね、なんとか、ほとんど、まあ、そのクラッチプレート、まあ、ボックス以外ですね、は、今までの、トリッカーの、部品で、なんとか、直ってこれました。さらにですね、CMP 強化クラッチになった分ですね、パワーアップして、戻ってきたと思ってますので、また、引き続きトリッカーと名の林道、シリーズ、撮っていきたいと思っていますので、また、アップした際はですね、ぜひ、皆様に見ていただいたら、本当に、嬉しく思います。これからも、トリッカー、よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.